竹村です。先週お伝えいたしましたセブンイレブンさんのサクサクコーンですね、ちょっと読みにくいですけれども、今日はチーズ味の動画ご一緒にご覧いただきたいと思います。セブンイレブン3種のチーズを使用したサクサクコーンチーズ味、そういたしましたら原材料名ご一緒にご覧いただきたいと思います。コーングリッツ、植物油脂、澱粉、乳糖、砂糖、チーズパウダー、ブドウ糖、食塩、タンパク、加水分解物、乳などを主原料とする食品、クリーミーパウダーに酵母エキスパウダー、ホエイパウダーですね、香辛料、バターパウダーに全粉乳、デキストリン加工澱粉、調味料、香料、重曹、パプリカ色素に乳化剤、甘味料、香辛料、抽出物、甘味料が入っちゃってるんですね。製造元は山崎ナビスコさんで、エネルギーの方は1袋あたり449kcalです。昨日のよりも先週のよりもちょっとカロリー高めなんですかね。割に量が入ってて、塩味の方はめっちゃ美味しかったんですけれども、 YouTube ユーザー様がおっしゃってたんですけど、なんかお味噌汁かお吸い物に入れる風に似ているって、コメントくださって、そういや風に似てるなと思うんですけど、いわゆるあのとんがりコーンのとんがってないバージョンみたいな感じですかね。この赤い斑点みたいなのがチーズなんでしょうか。結構量が入ってます。それではサクサクコーンチーズ味、お味の方をチェックしてみたいと思います。うん、これはまたたまらない味ですね。チーズがなんか甘い感じのなんかチーズすいません、カールのチーズ味に似てるんですけれども、中身がとんがりコーンで、なんかすごい甘さが強調されますね。すごく美味しいと思うんですけれども、ちょっと若干年寄りにはしつこい感じがします。若い子にはすげえうまいと思うと思うんですけれども、チーズの味はさっき言いましたっけカールのチーズ味みたいなチーズの味がして、ベースはとんがりコーンの塩味のちょっと薄い感じの味ですね。すいません、めっちゃ美味しいです。ただちょっと緑茶が欲しいかなって僕は思いましたすいません。それでは簡単なんですが失礼させていただきたいと思います。